池袋の街におけるサンドイッチマンサンドイッチマンとは広告宣伝手法の一つで人の胴の前面と背中の両方に宣伝用の看板を取り付け街中に佇みあるいは歩行する広告手法およびその看板を取り付けられた人のことを言う人間広告等の形態の一つである19世紀半ば頃から使用されている広告手法である写真のように 道の前面と背中とに広告看板を取り付け、繁華街の特定の場所にずっと立っているか、あるいは特定の場所を歩いて回る。人の好奇の目を引きながら看板を見せることにより、広告効果をもたらす。非常に高額な費用をかけなければ出せない繁華街の一等地において、合法的に看板を出せる、経済的な手段である。広告主とサンドイッチマンの関係として、以下のパターンがある。 日本においては遅くとも明治末期の頃にはこのような宣伝手法に従事するものは広告妊婦と呼ばれていたが大正時代にはサンドイッチマンという故障も同義で使用され始めているその後第二次世界大戦後間もない頃の1951年から1952年頃が全盛期であったと指摘されている日本国内においては都道府県が 各種屋外広告を独自に条例で規制することを屋外広告物法で認めているが、その多くは人体に設置した広告について、条例の適用除外とし、道路を含めた公共地での掲示を容認している。例えば、東京都の場合と明記し、公道や公園に代表される広告禁止区域、知事の許可が必要な区域であっても許可している。 ただし例外もあり、条件が設けられている場合や、人の適用除外が不明確な自治体が存在するので、注意を要する。以下に例を挙げる。なお、思想活動、政治活動を目的としたものや、管理的な場合等、目的によっては別途規定を設けた上で制限が緩和されている場合がある。サンドイッチマンをテーマとした曲としては、1953年に、 街のサンドイッチマンという曲が発売されヒットした。この曲は戦後の急暴期に元連合艦隊司令長官高橋三吉大将の子息が生活苦のため1948年から銀座でサンドイッチマンをしていたという実話を元にしている。RC サクセションの忠実な犬には渋谷の街を歌っているように聴かせる曲中でサンドイッチマンに言及する歌詞がある。 ありがとうございます。